ジャン・デュ・ビュッフェ、ジャンイコール・フィリップイコール、アルチュール・デュ・ビュッフェ、ジーン・フィリップ・アーサー・デュ・ビュッフェ、1901年7月31日から1985年5月12日は、20世紀のフランスの画家、アン・フォルメルの先駆者とみなされ、従来の西洋美術の伝統的価値観を否定して、アール・ブディット、性の芸術を提唱した。彼は、フォートリエ、ボルセラとに、 アンフォルメル、規定形の意味。1950年代に盛んになった前衛美術運動の先駆者とみなされ、二十世紀美術の流れをたどる上で重要な画家の一人である。彼は若い頃にパリで絵画を学んだが、やがて父の仕事と同じワインショーの事業を立ち上げよかで絵を描き続けた。画家として立つことを決意したのは遅く1942年、四十歳を、 過ぎてからのことであった。1960年にはで、デュービュッフェ回顧展が開催され、1981年には、パリ市立近代美術館で、デュービュッフェ生誕80年記念展が開催された。彼が、フランスやスイスの精神病院を訪ねて収集した作品は、精神の深淵の衝動が生のままで剥き出しに、表出されており、ルネッサンス以降の美しい芸術、 オーアーツに対して、半文化的だと見なっていた。このコレクションは、1967年にゆかりある、パリ装飾美術館にて、初めて展示され、1976年には、永続的な管理を引き受けた、スイスのローザンヌ市にアールブリットコレクションが開催された。1901年7月31日、セーヌイコールマリティーム県のルアーブルに生誕し、ジャンイコールフィリップイコール、 アルチュール・デュビューフェと名付けられた。父母の家業はワインの卸売であった。1908年にリセ・フランソワ一世功に入学。ジャンの晩年の駆け足の自伝によれば7から8期和の頃に母と旅行し、そこで田園で女性が風景を描いているのを見て帰ってから真似て描いたという。ジャンの父は無心論者で、ジャン自身は旧友の影響で生態礼儀を受けたが間もなく。 自身の判断で信仰をやめた。16歳には文学に目覚めボードレールの悪の花に感動したが、社交的な性格でもあり、また、ルアーブル美術学校の夜間課程に通った。翌1918年7月、国際和歌ロレア第二次試験に合格したが、ジャンの自由は制限されており、法律を学ぶか父の会社で会計を習うかの選択肢を父に突きつけられ、 法律を学ぶということで、パリに行くことにした。9月末に、パリへ向かい、17歳のジャンは、学生街カルティエ・ラタンに部屋を借り、画塾のアカデミー・ジュリアンに通うが、伝統的な指導人や怪我し、古い芸術館を拒む時代の雰囲気を嗅ぎ取ってはいたが、どういうスタンスを取ればいいのかいまいちつかめなかった。1921年には知人を介して、アンドレ・マッソンに出会い、そのアトリエは、 俳優アントナン・アルトや民族学者ミシェル・レリス、作家マルセル・ジュアンドーなど才能ある若者のたまり場であった。この時期の作品にはジョルジュラン・ブールの肖像などがあり、アバンチュール氏にて発表されたこともあった。ジャンは1927年にポーレット・ブレと結婚し、1929年に娘が生まれると28歳のジャンは、 血族とは何らつながりを持たず、自らでワイン会社を設立した。事業が軌道に乗ると絵を描きたい衝動が再び影を見せるようになり、1933年にはアトリエ用の部屋を借りた。そうして、余かで絵を描いてきたが1942年には、41歳のデュビュッフェは、ただ絵を描きたいという望みのままに、信頼するリッチェールに会社の経験を譲った。 ジャンの絵はほどなくして注目が得られたが、絵を売りたくないというジャンは、画廊の経営者であるルネドルアンに説得されて、その画廊で1944年10月20日から約1ヶ月、ジャンデュービュッフェの絵画とデッサン展が開催され、発表した作品は数日で、売却予約が完売した。購入者には、小説家のアンドレ・マリロもいた。しかし、異様な個性、不器用で、 無個性などジャンの芸術を侮辱する反響も大きく、そのためにも注目を集め回帰が延長された。彼は1946年、パリのルネドル・アンガローで、ミロボリュス・マカダム商会、厚塗りという奇妙な題名の古典を開く。マカダムとは、道路のアスファルト舗装工法の基礎を築いた人物の名前でる。実際、この古典に展示された作品群は、砂、アスファルト、 ガラス片などを混入した、まるで道路の表面のような厚塗りの画面に、子供の落書きのような筆致で描かれたもので、見る人を困惑させた。この、厚塗り展は、同じ頃に、ドゥルー・アンガローで、相次いで開かれたフォートリエの、人質、オタージュ展、1945年やボルスの古典、1947年、とともに、第二次大戦後の西洋美術の新たな出発を、 告げるとともに、アンフォルメルなどの1950年以降の新たな美術の流れの原点に位置するものと言える。1959年2月、パリ市立近代美術館の館長からポーランドで開く、フランス絵画展への招待を受け、イギリスからも招待を受けたが、後者では芸術に勲章を与えるという考え方に反対であり、芸術の党の使命は回覧なのですと断っている。 国外のデュビュッフェ店が開かれるようになり、フランスでも、で1960年12月から約3ヶ月の、フランスでは最初で最大のデュビュッフェ開古展が開され402点の作品が集められた。本来、近代美術館が手掛けて良いものであったが、そのいくつかの出来事を経てジャントの仲が良くなかったので、 1967年にはペンを取ることも多かったジャンの文章をまとめた2巻の案内書とその後の全著作がガリマール社より発売される。1981年には近代美術館でデュビュッフェ生誕80年記念肖像のある風景と心理光景の展覧会が開催され、カタログの序文は伝統破壊者デュビュッフェであった。 1923年には、デュビュッフェは、ハイデルベルク大学附属病院のプリンツホルンの著書、精神病者の芸術性を入手しており、フランスとスイスの精神病院を訪ねて、作品を探した。そうして、の遺作、アロイーズ・コルバス、ルイステイに出会った。1945年には、アール・ブリュット、性の芸術と呼んだ、強迫的現死者や、精神障害者の作品には、 精神の深淵の衝動が生のままでむき出しに表出されており、ルネッサンス以降の美しい芸術、オーアーツに対して半文化的だとみなしていた。1945年7月には、スイスのベルン近郊の精神病院にある小美術館を訪れ、アドルフ・ベルフリアの作品にも出会い感動し、この頃は作品を写真に収めることを目的としていた。 ローザンヌではルイステーの作品に出会い、ジュネーブでも患者の作品を集めた小美術館を案内してもらい、バーゼルでは刑務所に寄った。旅先から8月28日付の画家、ルネ・オーベル・ジョノワへの手紙で、アール・ブリュットという言葉を初めて記し、旅から帰った9月にはフランス南部のロデーズにある精神病院を訪れ、1945年末には、 画廊経営者のドルーアンを連れて二度目のスイス探訪を実現し、自らのために独学で作品を生み出す多くのものが存在することをジャンは思い知った。紹介者を通し、営利目的もないジャンは、好意的に捉えられ、収集の目的はなかった。ジャンのもとには多くの作品が寄贈され、コレクションとなっていく。人間の持つ、 芸術衝動について大勢に知ってもらいたいと思っていたところ、ドルーアンから画廊の地下の提供があり、ここを聖の芸術センター、フォワイエ、ダールブリット都市、1947年11月15日に開館した。最初の企画展は、作者も時代も不明の溶岩や玄武岩の彫像であった。精神障害者の芸術が焦点となる。 以前の当初は民衆的石像や児童が民族の仮面や落書きなども並べられたのである。1948年にはセンターを永続的な研究所としようと、コレクションの保管先をユニベルシテ通りへ移し、無償と非営利の団体であるアールブリッド協会を設立した。そうして1951年には100人の作者による1200点のコレクションが出来上がっていた。 資金不足などにより協会は解散する。デュビューフェのコレクションは1967年にパリ装飾美術館にて初めて展示され公的に認知された。ジャンにとってゆかりのある美術館で4月から6月までアールブリッド選抜展が開催入れたのである。ジャンは収集したコレクションの永続的な管理を引き受ける場所を探し始め、スイスのローザンヌ市長と契約を交わし、 1976年2月にベルジュール通りにアールブルとコクションが開設された。洗練された芸術に対する性の芸術は芸術的なものとみなされるものの認識を再構築しており、美術界という制度の中で規範に従った美術作品以外のものを含めて美術の種類として理解するということであり、1960年代以降、 そうした領域の芸術への関心は広まってきた。1985年5月12日、パリの自宅で死去した。6月には、パリ市立近代美術館は、長位で27作品を展示し、9月には、記念切手が発行された。日本でのデュビュッフェ展は1978年に、フジテレビギャラリーにて、1982年に、西部美術館と、 国立国際美術館にて1997年に5つの美術館にて開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。